どうしよう。まずいな。あ、こっちはともかく、僕は向こうだから、そうです。こちらは今日は撮影は、あの、参考にはもう撮らせていただいてるんですけども、あの、向こうの方でということで。じゃあ、どうぞよろしくお願いします。今日はあの、セミの音がいっぱい入りますけど、夏が戻ってきたような、はい、暑い日で、はい、こちらの最近検査室は久しぶりでいらっしゃる、まあね、何回も何回も来るとかじゃないから、そういう意味では、でもまあ1年1件ぐらいは気分が新たに、夏が戻ったみたいな、暑い日で、はい、ここがちょっとこの水が流れてるんですけども、はい、私はまだ確認してないんだけども、ホタルが出るところがあるらしいんですよね、はい、金沢区はもう僕らちっちゃい頃は結構あちこちで、はい、まあ、今でもあの皆さんが認知しているホタルの場所もあるんですけど、今その一角ですね。夏が戻ってきたとはいえ、クツクボウシが結構鳴いてるんだけども、クツクボウシっていう感じはどうやって買ったか知ってるかい？それはあの、思い出せませんか。もう日本人の素晴らしいところで、クツクボウシっていう字は寒いセミって書くんだよ。つまり夏も終わりで寒くなってきた時に鳴き出すのがクツクボウシで、はいはい、だから寒いセミって書く。夏の終わりです。夏の終わり。一番いい季節です。そういうことじゃなくて、そういうことで漢字一つにも味を細やかな情報が込められている。そういうのが日本語で、日本人で、そういう文化をやっぱり大切にしていかなきゃいけないんじゃないかなというふうに思うんであります。勉強になります。ありがとうございます。じゃあゆっくりといろいろちょっと、このお話を。今日は長浜にあります旧細菌検査室に小田先生とお邪魔しております。横浜ナウの、撮影の一環で、お邪魔しております。小田先生の方からこちらの細菌検査室は金沢区にとってとても重要だということでお邪魔いたしました。それでは小田先生、お話の方をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。金沢区にとっても、はい、まあ、非常に大事というかね、大事に認識していかなきゃならないところなんですけども、はい、まあ、実はでもここそのもの自体、こういう形で、整備されたのはそんなに昔のことじゃなくて、私自身もそんな知らなかったんだよね。で、僕らがちっちゃい頃はここはあんまり立ち入っちゃいけないエリアだったの。で、その話ちょっとしますけども、私がここの存在を改めて知ったのは、たまたま道路を挟んだ向こう側が、まあ、これはもう全国的に有名な横浜高校の野球部のグラウンドがあって、でそこにはもちろん選手たちが勉強すると同時にいろんなファンの人たちやら取材陣やらがよく来る場所であったんですよね。でも僕も野球やってたんで、ちょっと覗き見をした時に、まあ、こういう雰囲気のある建物があって、昔はここ検疫場だったよなと思いながら、立ち寄ったところ、まあ、こういう建物との出会いが
あったり、でこの検疫所っていうのは、まあ、日本は明治になって外国との交易が始まって、でその頃はもちろん飛行機なんかないですから、まあ、あったかもしれないけども、そのやる空路はなかったんで、もう海を使って船を使って、まあ、横浜港を利用しながら、まあ、人や貨物の出入りがあって、で、まあ、日本はあまりそういうことに関してさらされてなかったんですけども、結構疫病というものが非常に大事だったもんだから、日本人にとってよからぬ伝染病になるようなものが持ち込まれないようなことをこうチェックしなきゃいけないということのために、貨物とか、食品であるとか人物も、まあ、ここで足止めをして、チェックしていた。で、まあ、物の本によると、まあ、外国の要人の人たちなんかも足止めしなきゃいけないので、その人たちは一泊お泊まりいただくような施設もあったようなんですよね。で、まあ、ここで、まあ、そういう検査をして OK になれば、まあ、どこ行ってもいいと、まあ、いうものが作られました。で、もともとはあの、まあ、この近くにあるあの横須賀というところがあって、まあ、横須賀に検疫所があったんだけども、まあ、だん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 、まあ、あの量も増えてきたし、それから何よりも足場が、まあ、こちらの方がいいということで、横浜港に近いこちらに作られたんですけども、まあ、そこにまたまたま野口さんが赴任してこられて、仕事をされていたと。で、まあ、その後は、逆に人生わずか50年っていうふうによく昔の人たちは言うんだけど、まさに昭和22年終戦直後ってそのぐらいの平均寿命だったんですよ。でなぜかっていうと、まあ、当時の一番の死亡数の多い原因は何かというと結核だったんだよね。で、まあ、検疫とも関係があるし、とにかく結核が非常にこう大変な病気だし伝染していくというふうなことで、まあ、これ世界中で、まあ、そういう状況で検疫所をさらに発展させて、長浜療養所という結核の、まあ、療養をしたり研究したりするというふうな形に、戦後になってから変わりました。でさっき僕が言ったように心に立ちっちゃいけないって言ったのは、その結核にかかってしまった人たちが生活はでもしなきゃいけないので、もうこういう、まあ、隔離という言葉がいいかどうか別として、そういう人たちだけで生活していくようなエリアがここにあったんでね、だから普通の人は出入りしちゃいけないというふうな形になってたんです。で、まあ、しばらく続いて、結核療養所であった長浜療養所というところが、さらにそれを進化させて、今度は結核がだん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 こう沈静化してくる中で、今でいうところの生活習慣病というふうな今表現されてますけども、循環器であるとか、そういったところの、まあ、疾病の方が重要になってきたので、今は循環器呼吸器病センターというふうな形でまた仕事をしていると、まあ、いう歴史があります。だ、まあ、忘れっぽいし何事もなければ忘れてたんだけども、まあ、今言った通りある時こういうものに気がついて、でふっと立ち寄ってみたんですよ。で、まあ、なかなかこういう子たちがいっぱいあって、でこうね、セミの声とか鳥もサンクチュアリーのそこにあって、いろんな鳥がやってきてバードウォッチングをするような場所もあるんですけども、本当にね、税務署があるんだけど、税務署の 3階か4階ぐらいのフロア窓から覗いてみると、こんなところに金沢区が、あの穴が金沢区にあるのかと思うぐらい沼地と、林に囲まれた、鳥だけじゃなくて、まあ、人間にとってもね、見てるだけですごく癒されるような空間がすぐそばにあります。で、まあ、そういう環境の中にこういうなんか雰囲気のいい建物があって、で、なんせ入場料タダだから見たわけです。そして、まあ、すごくこう衝撃を受けたんですけども、まあ、私がたまたま中学高校の時に、まあ、その当時は横須賀の田村という、
当時の日本海軍の、まあ、潜水艦の基地を中心とした、まあ、海軍のスペースがあって、でそこを、まあ、改造した中高日韓教育のミッションスクールに、まあ、通い始めたわけね。でもほとんどその手を入れてないわけで、もうまさにこの建物の中身は我々 その物理教室とほとんど一緒なんですよ。でとにかく土間があって、裸電球で裸配線で、で残念だけど開け閉めはできないんだけども、日本にはない、まあ、西洋から持ち込まれた、ワイヤーを使っての窓の開け閉めができるような装置、はい、まさかそんなのにお目にかかると思ってなかったんですよね。ですごく懐かしかった。まずはね、あ、こんなものがあったんだってことと、で、まあ、そこで野口さんがいろいろ仕事をされてたんだけども、しばらくして非常にこう自分の気持ちの中で湧いてきたのは、まだ野口さんが世界にもちろん出ていく前にこの窓から世界を見てた。でその窓から外を見て、でさっき言ったように検疫所なんで、今は結構陸地が来てますけども、もうその時はもうすぐ船がつけられて、そこでまあ人なりに、でそういうまあ海につながって、まあそこが東京湾、太平洋、そして世界、そういうのをまあ見てる中でいろいろ夢やイメージや仮説が広がっていく。非常にそのエビデンス、今の言葉で言えばエビデンスに基づいたっていうよりも、まあ、ワクワクドキドキするような、まあ、冒険の世界みたいな感じで、もうせずにはおられないような湧き上がるものが多分あっただと思うんですよね。まあ、そういうのがこの金沢区の人知れずに近いような状態であるっていうようなことに、まあ、私は非常にここに、長らく住んでるものとしたら、まあ、心ある人たちにはぜひ伝えていきたいなと。でこの存在じゃなくてそういう思いをね、そういう思いを持った人たちが当時日本にいて、でその人たちが一つ一つ達成していったという経緯をね、ぜひ、これはペーパーで読んで分かるっていうよりも、やっぱりこの場に来てそういう環境を見てで感じてもらいたいなと思いますね。全国からここに来ていただいて、だからまあ時々ね、今はその僕はよく知らないけども、はい、いろんな電子機器を使って、まあ、情報伝達をするんだけども、やっぱり五感を通じて伝わってくるものっていうのは半端じゃないんだよね。で、まあ、それはもちろん個人差もあるし、得てとかね、好き嫌いももちろんあっていいんですけども、やっぱ感じちゃう人は感じてしまうん でその人たちが、ね、いろいろ、特殊な能力を持ち合わせた人たちがいろいろ集まることによって世の中が進歩したり世の中のためになっていくと思うんで、みんなに感じるとは思わないんですけども、まあ、ぜひ自分の感性を確かめてもらいたいなと思います。僕はまあここがね、どういう保存会の人たちなら、まあ、横浜市議会がなんか、要するに予算化したんでしょ、ね、最終的には横浜市が予算化したんだ、ね、国の方から確か売却を厚労省か、厚生省ですかね、厚生省にも働きかけをしてという市民運動で18年ぐらいかかったんですかね。このさっきのお話 その建築物としてのあの昔の学校の理科教室的なとか、あとこの窓ガラスとかっていうところは、あの今、まあ、これは修復されてこういうふうに残ってるんですけど、この辺では他には見かけたりは、こういう建物、はい、思い寄ったり、いわゆる研究室じゃなくて建物、ええ、まあ、研究室に使われててもその当時のが残ってたり、あるいはなんか再現されてるようなの、だから僕らの横学園の、はいはその後
まあ、防衛庁が返してくれっていうことで、はい、まあ、今防衛庁が使ってるんだけど、まだ残ってるんです。でこの間あの僕ら卒業して50年かなんか知らんけど、はい、それで一応希望者を募って、あの見させてくれたんですよ。だからもうそれこそ海軍が使ってたんだから宣伝もいいとこなんだけども、そのまま使ってんだよ。あ、そうなんですか。そのまま使ってんだよ。もちろん使い勝手がいいような部分のね、これは直したかもね、基本的な、だから僕は言って、こんなだったかなと思ったのは、中学校の校舎の、その階段の踏み面とかね、手上げとかね、それはもうね、もう子供サイズなんだよ。はい、だからもちろん動きを敏捷にしなきゃいけないし、パーッと動かなきゃいけないから、はい、まあ、急な階段であり、歩幅なんかね、狭い方がいいのかもしれないけどね、海軍がこんなに、まあ、つべこましいのを使ってたのかなと思うようなことがあったんですけど、そこは今ちょっと昔のものを、使えるものは極力使ってくれてましたね。だから、いちいち確かめ、ね、あの、あんまり入っちゃいけないところがあったんで、あれでしたけども、多分こういったようなあの窓なんかはまだそのまま使ってんじゃないかな。さっきはちょっと言わなかったけど、もう当然あの僕らの時代も冷暖房なしですよ。そうですよ。いや、いいね。僕はもういいですね。でこの人は、ね、何が言うかもしれないです。もうね、あの鎌倉のほら、世界遺産の時にね、もう僕はもう逗子にちょっと親父の葬式場所を行って、もうとにかく日常の生活ができなくなっちゃうんでね、うん、でほらそれなりの心得のある人たちがきちんと来てくれる分にはいいんだけども、そうじゃないとね、まあ生活してる人にとっちゃ迷惑ようなことばっかりが多くて、だからもうそっとしてる。だから心ある人が来てくれて、すごくこうあの大事にかね接してくれるといいんだけども、というふうに常々思ってます。ちょっとじゃあまあウォッチングするにはちょっとあんまりいい時間帯じゃないよね。逆光で、逆光っていうのはこのこれでも硬いんだよな、ね、うん、でも白いのも一羽これ結構いますよね。黒だけじゃない、慣れてくるとね、ここの存在もあんまり知られてないんですよ、金沢君の中にこういうのがあるってこと自体に、大体こういうじっと観察するっていう習慣がね、今なんかこういうのはもうこういうの見てるとテレビなんかよくやっぱ面白いんだけど、だから俺なんか家族で動物園行くと、俺とあいつはもう猿山から面白いんだよ。またまあ呆れますけどね。この税務署の3階、4階あたりから見ると全景が見れるんですよ。今日は出るべきですね。東松、まあこういう、はい、上まで喋んの、はい、もう僕らが小学校に行ってた頃はまだうちのこんな舗装もされてないし、はい、あもう木も、はい、勝手だったけど、ずいぶん大きくなって、ああ僕はもうすぐそこの海水浴場で、はい、もう勝手に水着してみんな出てきて直るようになってね、はい、小田先生が小学生の頃っていうことは60年ぐらい前という、もうちょっと前だな、まあ、まあ、もうちょっと前だな、まあ、60年じゃ全然こんな木が生い茂ってなかったっていう、記憶からいけばもちろん木が生えてたんだけど、こんなに背は高くなかったよね。ああ、はい、夏はまああんまり暑いから飲まなかったけど、冬になると、あの体操の時間に、はい、小学校から、とにかく走らされて、はい、
平潟湾一周っていうのもあったんだけど、平潟湾一周はだいたい16分ぐらいで走ってたんだけど、はい、結構この野島って子供の頃からそんな大きい山だと思ってなかったんですけど、まあ山ってことじゃないですけど、ピクニックするにはちょうどいいぐらいの。なかなか登ったら登ったなりの苦労が報われる、報われる瞬間がありますから、絶景が広がるわけですね。僕らが、まあ、ここ登ってた頃は、登ってたって登らされてた、走らされてた頃は当然その八景島なんかなかったし、冬になるともうここら中みんな海苔干してたから、まあ、海苔の香りとか磯の香りとかよくしてたり、まあ、とにかく朝夕は、まあ、僕らポンポン船って言ってたけども、まあ、単純なインテル機関なんですよね、一人か二人しか乗れないような小舟で、うん、漁に出てて、だから、まあ、食べ物なんかに関しては恵まれてたでしょうね、まあ、そういう、結構いろんなものを取れましたから、海はもう遠浅で、大潮って言って、この潮の満ち引きが激しい時はもう、今の人たちは遠浅なんて言葉知らないかもしれないけども、ずっと沖の方まで海が引いちゃうから、はい、魚も逃げ場がなくなって、手づかみだったし、はい、貝なんかも、ハマグリなんかだってこう、その中に潜れないで立ってるんだよね。あ、逆さなくたって立ってるから、ただそれでいいんだよ。まあ、そういうことがあったしね。私そのうちに漁業権という、まあ、はい、当時の我々にしてはなんだかわけのわかんないのがあって、もう取っちゃダメだってことになっちゃったんだけど、まあ、それまではまあ本当に、まあ、自給自足とは言わないけど、野生児そのままでしたね。山に行けば、ね、まあ、人の畑とは分かってるけども、別に何ら躊躇することなく、なってたら食べてたような気がするそう、海は自分は金沢区出身ではあるんですけど、この海の公園作ってる記憶はあるんですね。あと富岡の沖を埋め立ててる記憶も幼い頃あるんですけども、その遠浅だったっていうのは、そのまさに今のこの海の公園のあたりのこと。どこまで海の公園っていうかわかんないけども、まあ、砂浜のところが海の公園、まあ、あの辺はもう全然普通にある砂浜なんだけど、はい、そこからどうだろう、メーター数にしたらもう 200-300 メーターぐらいまでは、はい、潮の引いてるときは、はい、ずっと海底が露呈しちゃってたよね。あ、ちょうど今埋め立てになってるあたりの、まあ、あの辺はだって海だもん。あ、海で。でもっとその昔を言うと、はい、区役所に行くと、まあ、昔の模型図みたいなのがある、模型、はい、ずっとよりもこう、模型立体的なのがあるんだけど、はい、分かりやすく言えば松島みたいな感じだね。あ、だからこう水辺に点々とする、浮かんでるような、本当にまあそういった面では風光明媚っていうのはこういうことを言うのかなっていうような、あ、はい、まあ、その後塩田になってったりしてったんでしょうけども、はい、だから昔は昔伝って、江戸時代、まあ県民急行ができるまでだと思うんだけども、おそらく東京の人たちがここへ来るのに、はい、まあ、例の明治憲法なんかを、まあ、はい、作ったとかって言われる、あの頃はもうここへ来るっていうのは一泊が、はい、だから結構旅館なんかもあって、だから一泊のコース、一番短くてもね、うん、そういう場所だったんですよね。ちょうど石碑がこの真正面のあそこにありますね、うん、場所だな。だから、まあ、今から想像しても人里離れてるし、まあ、その分すごくこう、まあ、風光明媚って言えば風光明媚なんだけども、
不便といえば不便だったけども、だけどもここだけで自活できるようなところ で一部、まあ、あの小芝っていう今でも漁港があるんだけど、はい、そこは、まあ、僕らからしても、はい、子供の頃ちょっとわからない言葉があるくらい隔絶されてたよね、はい、だから今横浜でも、はい、その横浜18区あるけども金沢区が一番、はい、その災害があると、まあ、危険な地区と言われてて、まあ、水の問題にしても崖崩れの問題にしても、はい、やっぱりそれだけ自然が迫ってるってことだということなんだろうけどね、うん、よくあの、まあ、もうそれでも25年ぐらい前にラジオかなんかに小田和正さんが出てるときに金沢区は横浜の中でも一番最後まで自然が残ってた田舎だっていうようなお話をされてたんですけど、自分なんか金沢区からあまり出てなかったんで、あ、そうなんだなっていうふうに思ってたんですけど、その後やっぱりいろいろ出ていくと、あ、山もいっぱいこんだけ緑残ってるし、海もこんだけ接近してるしっていうことで、すごくそう思ってるんですけど、まあ、米軍に接収されてたっていうこともあるよね、一つはね、米軍が接収してたところが、まあ、あって、でその後横浜市も、まあ、金沢区自体も僕らが生まれた時はまだ磯子区だったんだけども、 そうです、まあ、それが金沢というふうに分かれたと同じように、はい、まあ、横浜市もいくつか新しい区があるから、はい、やっぱ新しい区が本当に山だったものを宅地化しているところがあるから、そういった面では他のところもね、いっぱい自然が残ってるかもしれないけど、この海も山も両方あるっていうところは、うんうん、まあ、今結果的に金沢区は18区の中でも一番横浜市が管理しているその公園の面積数も一番あるらしいよね、でもこれは自然はね、世界中で言われてるけど損なわれてしまうとなかなか再建するの大変だから、やっぱりそういうものの良さをまあ残して、でそういうことは一体どういうことなのかということはやっぱり後世の人たちにちゃんと伝えていかないと、一回ほころびちゃうとなかなか難しいだろうね、そういうのを伝えていくのはね。しんちゃんで冬場は富士山まで見えるでしょ、で房総半島もずっとある面では山にずっと囲まれてるんですよ、でも海があって、でこれだけ360度山もあってその中に海があるってところはそうはないだろうな。それから船がね、大きなその例の飛鳥とかっていうような、ああいう客船も通れば、自衛艦も通れば、タンカーも通れば、ヨットのようなレジャーも通れば、とにかくありとあらゆる船が行き来するよね、ここは。そういう面でも飽きない場所ではあるよね。